池田恵美のリファーラルフォーライフ。時刻は十時三十分を回りました。皆さんこんにちは、池田恵美のリファーラルフォーライフのお時間となりました。この番組は面白いを形にの AI プランニングと壮大なビジネスと優雅な人生をつかむ起業家コミュニティを創造するアセンティブジャパンの提供でお届けしております。 パーソナリティは一生もののリファーラルを提供することで働く時間を半分に収益を倍にするお手伝いをしています。ビジネスコーチリファーラルマーケティングコンサルの池田愛です。この番組はリファーラル、紹介を通じてビジネスや人生をより豊かにしたい方にお役に立つ情報やとっておきの素敵なビジネスパーソンをご紹介する番組です。双方向でお伝えしていきたいと思っております。 番組では皆さんのメッセージ、ご要望、ご質問、どんどん募集しております。メールアドレスは七九七アットマーク、FM 機能ワンドットコム七九七アットマーク、FM 機能ワンドットコムまでお願いいたします。スマートフォンでもお聞きいただくことができます。ツイキャスやリスラジでも配信しています。えー、FM 機能ワンを検索して、えー、ぜひアプリケーションをご覧いただきながらお聞きくださいね。 はいささてさて今週も始まりまりした、えー、今日はですね私のオフィスがございます、東京駅の八重洲口ですね、えー、オフィスからお届けしておりますが、ちょっとねうーん雲が多くて、なんかどよーんとした、まあ冬の空ですね、なんかこう、灰色っていう感じのどよーんとしたねお天気になっちゃっておりますが。 皆さんのね、えー、地域はいかかがでしょうか、まあ、寒いのは寒いんですけどなんかね明け方雪になるかもなんて言ってましたけど結局雪は降らずにですねちょっと小雨程度だったかなっていう感じですね。今月は FM 犬王湾さんのスタジオが1ヶ月間工事のため収録でお届けさせていただきます。 3月にはとっても素敵なスタジオに変身するようですので今年は私も、ねえー、沖縄に行って FM ギネワさんの新しいスタジオから生放送ができたらいいなと思っておりますしばらく皆さんのね、えー、ツイキャスからのコメントとかをこう拝見しながら、えー、進行できないのがちょっと寂しいんですけれども是非 FM ギネワさんにメールをください、えー、ところでですねあそうそう とうんしばらくだから収録放送になっちゃうので皆さんはね、あのー、まなみさんの声がちょっと聞こえなくなっちゃうのが寂しいと思うんですけども、えー、私だけじゃなくてね、まなみさんにもぜひ、えー、メールでメッセージいただけると嬉しいです。お願いしますところで、えー、皆さんね、えー、立春を迎えました。ね、昨日う2月4日は立春です。 暦の上ででは春とということですよね、うん、なんかこう新しい新年がね、えー、始まるということですのでなんかこう気分も新たに新しい年がスタートできるんじゃないかなと思いますけれどもということは一昨日が節分でした。うん、皆さんあの豆まきってしましたか私はねもうね何年ぶりでしょうね。 めちゃくちゃ久しぶりに、まあ、の節分にね家にいたもので、まあ、実家にいたので、えー、父と一緒に、えー、家だけじゃなくて母やだけじゃなくて店とか事務所とか、あのー、授業の食堂とか作業、えー、場とかも全部にですね豆まきをしておりましたもうね毎年父はねこの豆まきすっごい張り切ってやるんですよね なんで張り切ってるんだろう <laughs> よくわかんないけどいつもねものすごい元気な子で「お庭さと福一」なんてねよくやっています。これ言うのがね結構恥ずかしくってなんかやらなかったんですけどねでもなんか今年久々にやってみてこうやってなんか父とねいつまでこう豆まきできんのかななんていうふうに思ったらよし今年は一緒に楽しみながらやろうと思ってね私も一緒になって大きな子で。 おあのー、以前はねうちの仙台犬のうちのハッピーくんはもうほんと食いしん坊だったのでこの豆まきの時はねもう巻くとねもう全部床に落ちた豆全部カワカワカクって食べちゃってもうそれでねちょっと消化良くないのでもうそれでねお腹壊しちゃったりとかって大変だったんですけどもう豆まく時はほんと ハッピーが行かないところに巻いたりとか。もう巻いた後、すぐ掃除機であの取っちゃったりとかしてたんですけど、今のピーチちゃんはあんまり食べることにね。関心がないというか好き嫌い激しいので、この豆はねこう手でちょいちょいってやって遊んでおしまいでしたね。も <laughs> うこれ食べてね。お腹壊しちゃうとまた困っちゃうんですけどね。 で今年はうん、なんでね、豆まきの時ピーチちゃんは全然割れ関せずでした。<laughs> ただ、ね、えー、今年はもう、お店のスタッフの子ももう巻き込んで一緒にやろうということで,です、ね、ちょうどお客様が切れたタイミングを見計らって、えー、スタッフの子とも一緒にやったんですよね、もう窓全開、ドア全開にして、もうみんなで、はい大きな声で言うよとか言いながら、せーのーっ,てって、終わります外、ふわうちつって、スタッフと一緒にやりました。 <laughs> もう女の子のねスタッフがたちがみんななんか恥ずかしそうだったんですけどなんかこう一緒にやるとねいやもう面白いとか言ってまあ若い子っていいですね <laughs> なんかでもすっきりしましたとか言ってましたねで彼女たちも子供の頃はね幼稚園とか学校とかでもやってたし家の中でもお父さんが鬼の面つけて、えー、お家でやったんですよなんて言ってましたけれども。 なかなかやっぱりやる機会も減ってしまっていてもう本当みんなが久しぶりだったらしくだからなんかみんなでね楽しめた行事でしたね、まあ、こういったね古き良き日本の風習っていうのは、えー、ぜひね継承していきたいって思いますし、うん、やっぱりやり続けることってやっぱ大切だなってつくづく感じましたねうんこのね節分が過ぎたっていうことは 実はね、もう私、待ちに待ってたんですけど、私にとっては、まあ、やっと2年間の天中札が明けました <laughs> う、ね。やっと明けて新しい年になったので、皆様、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。<laughs> えー、実は、これもね気持ちの問題とかねいろいろ考え方はあると思うんですけど、 なんかねこの2年はやっぱり、ね、きつかったなーって思うことが多かったんですよね。うーんなんかこう,うーんまた来たかみたいなそう来たかみたいなことが結構ありましたね。特にビジネスでは大きな影響があってねちょっと私自身もダメージを受けたこともあったんですけど天中、まあ、札って まあ全部が悪いっていうことじゃないんですよね、悪いことが起きますよってことじゃなくて、過去10年間の生み出し、毒出しのすることで、この2年間ですることって、ここからの10年をより良くすることですよっていうものなんだそうですね。だから気をつけて過ごすことで、これからが良くなる。 まあいつもね、私、手相鑑定していただいている先生がいらっしゃるんですね。安藤雅子先生っていう,うとってもこう優しい、なんかね、すごく癒される先生なんですけどね。この安藤雅子先生から教えていただいてます。とっても温かくて本当に優しい先生なんですけど、いつも鑑定してもらうと、すごい勇気と元気をもらっています。まあ、雅子先生のところにはね、政治家とか、あとプロ選手とか。 芸能人の方も官邸に来ているようですので、まあ、ご興味ある方、ね、いらっしゃいましたらぜひお知らせください。うん、私のほうからご紹介させていただきます。まあ、このね、雅、えー、子先生もおっしゃってますけれども、まあ、何をするにもタイミングっていうのもすごく大事だし方位なんていうのもねあったりしますよね。なのでなんとなくそういうのもあるのかなっていうふうに私も思います。 ただこうガチガチにこっちの方角じゃなかったら駄目ですよとかってことじゃなく気をつけて過ごすっていうのはすごく大事だなっていうふうに思います。でこの間雅子先生にね2024年を鑑定していただいたんですよ私の手相うんそしたらですねなんと。 今年は大開運星が右手にはっきり出てきました。ええ、もうねこれね大金運だそうです。きたやったう回ってました。<laughs> 本当にねなんかねこれですよって言われてもう。 やっぱねプロですよね、パッと見てすぐ分かる、私なんか全然自分の手なのに分からなかったんですけど、言われてみたら、本当だ、ここからこうやって2つに分かれてるみたいなで、こういう出方は本当にあの珍しいんですとおっしゃって、先生のお弟子さんにも、もうサンプルとして見せたいから、あゆみさんの手、ちょっと写真撮らせてくださいなんておっしゃって、先生も写真撮ってるぐらいだったんですけど、特に私の今年の誕生日以降、金運、爆上がりだそうです。 来ましたよ <laughs> 今年はビジネスの拡大は本気でねちょっと大きくしなきゃなっていうふうに思っていて、えー、それを拡大するための施策っていうのをいろいろ考えてますし、えー、社内でもね揉んでたりするんですけどこの仕組みやまたねチームのメンバーの見直しですとか本当いろいろちょっとやんなきゃいけないなっていうことが多いんですが。 えー、そもそもじゃあそれをやることで何を得ようとしているのかっていうと今年のテーマはじゃ億越え億一億三億五億これね掴むようにしていこうと思っておりますこれはね私のビジネスだけじゃなくて。 私がね、奥声3億、5億ってね,ね、大きくしていくのも当然なんですけど、私のビジネスだけじゃなくて、受講生の皆さんが、えー、奥声を掴むような、う奥声の経営者になるようなサポートを考えています。奥声、もう皆さんのね、耳にちょっとこすり込んでいただきたいんですけど、もう奥声するぞ、そうなるぞってね、思っていただいて、えー、ぜひそれを引き寄せていただきたいと思いますが。 これね面白いもので「奥越え」ってもうテーマ決めてからもうずっと、ね、去年の、うん、秋ぐらいからですねもうここは絶対必達っ,って思ってたポイントがあってこの「奥越え」っていうのを意識するようになったら 多く稼いでる人ばかりが周りに集まってくるようになったんですよね。で私も出会う人また行く場所とか会う人っていうのが今までとはちょっと違う方たちだったり、えー、お仕事も今までとは違うスケールのお仕事の話が入ってきたりもしています。意識をね、えー、変える持つってすごく大事だなっていうふうに思ってるんですよね。 ここがやっぱりこう一歩踏み出せないっていうのはなんか自分の中でブロックをしているところがあるんですよね。ボトルネックになってるのは何なのかっていう、ねえー、ちょっとこうもしかするとお金をつかむことでのメリットデメリットっていうのもあるでしょうし恐怖を感じてる人っていうのもいらっしゃるのかなと思うんですけれどもでもね人は痛みを、えー ね、回避して快楽を得たいというふうに思いますのでぜひですね皆さんこの奥をつかんでどんな、ね、夢を実現していくのかこれを皆さんと一緒にねこの1年一緒に頑張っていけたらなと思ってますまあ、えー、こういうね自分がこうやるぞっていう進む方向を決めるととにかく意識が変わっていきますよね。 だからアンテナが立つようになっていくしミラー入量の法則なんて言いますけれどもやっぱそのこう、ねえー、似たような人たちまたそういう人たちのこう真似をするとか、えー、そういう環境にいるだけで自分もそういうふうに染まっていくといいますかね、えー、そういうい、まあ、実際に、ね、ミラー入量の法則なんていうのでも言われていますけれどもあこういうのあるなっていうのをなんか実感しているところです。 じゃあどうやって奥越えをしかも短い期間で達成する、ね、長く長くやって奥超えるのっていうのはそんなに難しいとは思わないんですけどやっぱりこれは短期間でぐっとね、えー、掴むっていうことも大事なんですよね。でこれは、えー、じゃどうやったらできるのかっていうとその道をすでに通っている成功している人に習うというのが一番の近道です。 もう一回言いますねその道をすでに通った成功している人に習うというのが一番の近道です。だってねそこに達成するまでのいろんな苦労とか失敗とかもあるわけじゃないですか。それをもう通った人たちはここが危険だよとかここはちょっと分かりにくいよとかっていうのがもう分かってらっしゃるので。 その人がややっった通りにまずやってみるこれすごく大事ですよね。なので私もいつも講座の中で、えー、紹介を生み出す仕組みを学んで、壮大なビジネスと優雅な人生をつかむためには、その道のプロから習って、えーまあ、学ぶしか方法はないんですよと。であとは実践ですよね。 私は皆さんのコーチになって成果を成功をつかむためのサポ,サポートをしますということをお伝えしています。だからこそ私ももっともっと大きな、ね、成果をつかんで、えー、先人たちに習おうと思っているところなんですよね。なので、やっぱりね、奥声え、奥越とかと思ってたら、この間、あのー、受講生さんからですね、嬉しいお声をいただいて、 久しぶりにご飯食べたら「あみさん僕、えー、1億去年達成したんですよ」。 おめでとうございますなんて言ったらで、今年はもう3億が見えてますなんておっしゃったんでしょうね。いやそれ何え、どうやったんですかって言ったら、えーまあ、ちょっと見せ方を変えただけなんですけど、でえー、もちろん a m さんに習ったことも含めて、そういうの実践をやっぱ実践することってすごく大事で、それを通じて、でさらに、えー、もっと成功している方から習って、それを真似しただけで、簡単に3億手に。 入れることがでできちゃったんですよねなんてお話を聞いたんで、まあ、めっちゃ興味津々だったんですよね。なので先日その受講生さんがおすすめしてくださった先生の、えーまあ、体験セミナー行ってもう即その場で申し込んじゃってでこの間1月末にですね千葉県の成田市あの成田空港の近くで合宿のセミナーに参加しました。まあ、奥越ののビジネスの作り方 そして、受講生の方が億越えするためのノウハウについても学んできました。なので、今年1年ですね、この先生方お二人いらっしゃるんですけど、えー、ミリオネアの先生方のコンサルを受けながら私も全力で取り組んでいこうと思っています。うん、で、えー、成功したければね、成功した人から習う。成功したければ成功した人から習う。 これはね、もう鉄板なんですよね。うん、あの一番良くないのが自己流っていうやつですね。これ一番うまくいかないパターンですね。一番、えー、損するし、成功には程遠くなっちゃうかなっていうふうに。これもね、よくある話ですよね、えー。よくね、私のフロントセミナーとかもいらっしゃって、 えー、いかがでしたか関心ありますかって言うと「ああります」とかで私、えー、自分でまずやってみますっていう風におっしゃる方いらっしゃるんですよね、うん、であ自分でできるんならどうぞっていう風ににお話し,しますけどでもこれね絶対やらないんです <laughs> こういう方はね絶対やらないんですよ笑っちゃうくらいやらない <laughs> で結局ね何にも変わらなくって でそれよりももっとね安いセミナーに行こうとか別のものやってみようとかいっていろんなものをこう入り口だけ覗いてみて、えーまあ、分かった気になってで結局何にも行動に起こさないで1年経っても2年経っても変わらないっていうやつですね、うん、こういう方ね、えー、周りにいらっしゃるんじゃないですかね。まあ、自己流っていうのは一番何 学んないしほんと損し損ますね時間もかかるし労力もんと無駄にすることが多いです。でまたやったことないのに本とかネットの情報や知識をアドバイスしてくれる人って周りにいらっしゃいませんかうん。これね、あのー、はっきり申し上げるとそういう人の意見は全く聞く必要ありませんから。ね。自分がやったことなのにえネットでこんなことは書いてたよとか本でこんなことを見たよな 方いいらっしゃゃるじゃないですか、うん、それでできるんならその人自身がやってすでに結果出してはるはずですよね。<laughs> でもやってもないよに、えーね、知識だけいろんなのをこう聞きかじってみてで、えー、それを言われても何の根拠もないので、えー、やってもない人に振り回されるのはやめましょう。うん あのね、プロ野球選手になりたいって夢を持ってる少年野球頑張ってる子っていうのもたくさんいると思うんですよね。でこういう子たちが本当にプロになるためにはどうしたらいいのかつまりこれちゃんとゴールを決めるっていうことが大事でビジネスもそうなんですけどゴールを決めてそこから逆算するっていうことが大事なんですよね。で自己流で練習したり、えー、して。 ね、甲子園に行ったりプロになれるっていうことはまずないです。うん、本当にプロになるためには基礎をしっかり練習して体力つけて体も鍛えて走り込んだりバッティングしたりもしますよね。やることたくさんあります。うん、そして強いチームをーそう強いチームに入るっていう努力も必要です。ね、だから甲子園 の出場経験のある学校に入るっていうのもすごく大事なんですよね、環境ってすごく大事です。だから、どうしたら一番成果が上がるのか、ねえー、どうしたら強くなれるのか、どうやったらできるようになれるのか、これね、自分だけでは、自分の目,目線、視線だけでは分からない、うまくいかないっていうことはいっぱいあるんですよね。 だからうまくなりたかったらきちんとコーチや監督の指導を受けるっていうことがもう必須になってきます。これはマストです。その道を通った人から見て、客観的に何がうまくいってて、何が弱くって、何が課題なのか、これはね、その道を通った人じゃないとわからないんですよね。うまくなりたかったらきちんとコーチや監督の指導を受ける。 これが目標達成や成果に不可欠となっていきます。私はリファーラルマーケティングの経験は、もうね、この間改めて考えたらもう12年になるんですよね。うん、でねプロフェッショナルって呼ばれるのは、まあね、1万時間の法則っていうのがあって、まあ、1万時間、まあ、それを、ね、経験した人がプロと言える領域になるということなんですよね。 これね、1日8時間働いて、まあ、365日っていうわけにはいかないでしょうけれども、月ね、えー、4日、5日休んだとして、えー、計算すると、だいたい4年ちょっとで、えー、このプロの領域っていうのはなるんですよね、1万時間にはなるんですよ。ね、なんでも日本には石の上にも3年なんていう言葉があるので、まあ、3年はやり続けて。 その先に行った人がようやくプロって言われるんですよね。私、この世界で12年になりました。で、このマーケティングっていう領域その方がめちゃくちゃ広くって、いろんなマーケティングのやり方があるし、どんどん新しいのも出てきます。で、その中でこのリファーラルマーケティングっていうのは一部の手法なんですよね。だから、もっともっと高い視座を持って、 えー、俯瞰してて物事を捉えて見つめ直すす必要があります実は今、えー、私もね日本でトップクラスのマーケティングの先生の指導を受けています当然コンサル費用は相当な高額ですもうねこれ本当払えるかなとかって思うぐらい高額です、うん、でも清水の舞台から飛び降りるいやもっとだな、うん、もうねスカイツリーから飛び降りるぐらいの 覚悟でもうやるって決めたので先生がこれもやった方がいいですよっていうことはもうそのままはいやりますって申し込みをしました目標達成のためにはこれね決断っていうのもすごく大事そしてもう一つは一人で頑張らないっていうことうん一人で頑張らなくていいんですよその道で成功した人に経験した人からちゃんと指導を受ければいいんです 壮大なビジネスと雄大な人生をつかむために一貫して予測可能なビジネスリファーラルを生む仕組みを獲得したい人には全力でサポートいたします。このバタフライのようにね、えー、小さな行動が大きな成果になるようなコーチにご興味ある方は是非アセンティブジャパンのホームページよりお問い合わせください。 アセンティブジャパンは今年2024年1月からアセンティブアカデミーとしてリニューアルいたしましたより実績と成果を出しやすい環境そしてステージアップへのアドバンスプログラムを充実させています紹介を自ら生み出し恒常的に流れ込むあなたのリファーナルパイプラインを引いて紹介が途切れないような戦略を作るお手伝いをします最近オンラインセミナー説明会が毎月10 毎月15日の 14, 14時から16時30分で開催しています次回は2月15日ですご希望の方はアセンティブジャパンホームページからお申し上げください、えー、今週もお聞きいただきましてありがとうございました、えー、まだまだね寒い日も続きますそしてまたね野田、えー、半島の地震の被害に遭われた方がまだまだ大変な環境でいらっしゃると思いますけれどもどうかお体は大切にお過ごしください